見たと思う袖内袖ですということで、今回はですね30枚目シングル全国版ミーグリレポやっていきたいと思います。今回ねアスカちゃんとのミーグリレポやっていきたいと思います。レッツゴー。はい、ということで今回はアスカちゃんのミーグリしてきたんですけど、アスカちゃんのミーグリ第46部の46枚出しという感じで、でまあ時間としてはねだいたい46秒ぐらいでした。もう深夜1枚1秒だし粗品ツッコミやめて。本当特別枠みたいな、バロンドールみたいな感じだよねベンゼマで、まあカウントダウンあって、で今回のカウントダウンなんか3110秒からカウントダウンだったんだよね最高。カウントダウン終わってアスカちゃんが登場したら、いきなりアスカちゃんがさ、いちごミルクの話しだしてね、いちごミルク、自己紹介しだしてさ、そう、いちごミルクが大好きな斉藤飛鳥です、みたいな。ね、いちごミルクくれるとものすごい勢いで懐いちゃうぞ、みたいな感じで言ってきたから、と思って、いや、飛鳥ちゃんと、ね、飛鳥ちゃんそんなに急にさ、いちごミルクとか言われても、ね、ないよ、と思ったらあったね、あったのよ。ここにあったからさ、手元にちょうどたまたま偶然、いちごミルク僕持ってたのよ、アスカちゃんと。そう、見繰りした時にね、アスカちゃんの見繰りした時に持ってたから、だからアスカちゃんに、いや、ちょうどあるよっつってさ、そう、ちょうどあるよって言って、いや、アスカちゃんあげるよって言ってね、僕が画面の方にさ、こう、ね、冗談なつもりでね、こうやったら、画面の中にマジで吸い込まれていって、これマジでビビったんだけど、ね、やばい、もう 4D みたいな感じだよね。4D みたいな感じで画面の中入っていてさ、アスカちゃんの手にポンってこうなったのよ。僕とか僕があげたのね、このいちごミルクを。そしたらアスカちゃんがね、無言でいちごミルクを食べ出してさ、ね、パクって食べて、そしたらもう急にめちゃくちゃ懐いてきて急にもう犬みたいなね、ワンちゃんみたいな感じでさ、ね、懐いてきてさ、ね、そうじゃないそう大好きって言ってきて、そしたら強制退出強制体質。いちごミルク僕はあげただけでね。ね、アスカちゃんが懐いてきたら、まあ、多分あれだよね。僕が悪いんじゃないよね。アスカちゃんが懐きすぎて多分、ね、スタッフの人が強制体質。だ僕は悪くないよね。で、またアスカちゃんが、そう、いちごミルク僕があげたからさ、ね、ものすごい勢いで懐いちゃうぞって言ってたから、そう、あの時みたいな感じでね、それあげたから、ね、アスカちゃんがものすごい勢いで、ね、懐いてきちゃったから、多分、向こうの都合で多分強制体質みたいな、そう感じになったんだけど、ね、そんなことがあってさ、ちょっとびっくりしたよね、いちごミルク。ね、もらうと、ものすごい勢いで懐いちゃうぞって言ってきてさ、で、ちょうど僕もこんな奇跡あると思ったんだけど、ね、ちょうど僕も手元にその時さ、ね、たまたま手元にあってさ、ポケット、あるかなと思ったら、あるよ、いちごミルク。ね、いちごミルクあるじゃんと。ほんで、ちょうどあったからさ、アスカちゃんに、まああげようと思って、冗談のつもりでね、こう画面に、さ、見繰りの画面にさ、ポーンってやったら、入ってっちゃって、いちごミルクが。ね、入ってっちゃってさ、アスカちゃんに届いちゃってさ、で、懐かれるっていうね、ちょっとこれ、とんでもない見繰りをね、しちゃいまして。今回ね、46枚出しの、ね、46秒って感じだったんだけど、でもこの間わずか 0.1 秒。アニメ稲入れとか黒バスの世界や、お前。アニメの世界ですかみたいな。ね、もうこの間わずか 0.1 秒の出来事だからね。ただ今回はね、0.1 秒みたいな。0.1 秒で強制終了みたいな、ね、感じになったんですけど、今回はこれで終わりたいと思います。ぜひこの動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。Twitter と Instagram もやってるんで概要欄からフォローできるんで、そっちのフォローしてくれたらめちゃめちゃ嬉しいです。バイバイ。もう何このクソ動画。